急いでたのは不習山に行くためだったんだな。子供一人でそんな危ないところに行ってどうするんだ。どれくらい早く行きたいんだ。飛ぶ？子供の想像力はすごいな。一瞬でお前を不習山に連れて行き、あそこの万華関賀の陣を解くことができる奴なんて、俺は一人しか知らないな。もう目の前にいるぜ、この俺様だ。空想山頂のオーナーはさすがにビジネスの天才だな。いい取引を申し込んでくるぜ。乗った！俺についてきな！お前のような子供にはわからないだろうが、隊員は位置に隠る。これこそが究極の隠れ方だ。川を泳ぐ魚のように、森を通り抜ける風のように、何の痕跡も残さない。屋台の主人が毎日どんだけの客を接客してると思う。客の顔を全部覚えられるわけじゃないだろう。通りすがりの他人の顔なんて気にしてられるか。そんなにヤバいのかよ。一体どんなやつを敵に回したんだ。うん、まあいい。俺もそんなに知りたいわけじゃないしな。いつか話したい時に話せばいい。まだ若いんだし、あんま気にすんな。タンフールでも食べて元気出しな。どうして食べないんだ。子供はこういう甘酸っぱいもんが好きだろ。まだ10年20年しか生きていない人間は子供と同じだろ。ああ、そうだ。それで空想まで行ってお前に会うつもりだったんだ。不習山までお前を連れて行くのも大して変わらない。足を引っ張んなよ。スピード勝負だ。さっさと玉牌を手に入れて早くここから離れるぞ。でかい口を叩くな。でもその度胸とやる気があってこそ俺が期待していたライバルだ。よし、大会に申し込むぞ。